福井公演デイツーナンバーアンダーラインアイライブツアー、福井での名シーン10選。岸くん、平野翔、神宮寺優太がついに集結。ファン必見のインスタライブ福井公演レポ。2024年のエンターテインメント業界において、岩優太、平野翔、神宮寺優太という3人の名は一段と輝きを増している。この3人は、それぞれが圧倒的な個性とファンベースを持ちつつも、 特に今年のナンンバーアンダーアダラインアイライブツアーでは息の合ったパフォーマンスで観客を魅了し続けている。ツアーは各地で大盛況を見せ、特に福井公演の2日目はファンにとってもメンバーにとっても忘れられない特別な時間となった。公演に先駆けて行われたインスタライブでは、3人が和やかなムードでファンとの交流を楽しみ、その親しみやすい人柄と自然体の会話は視聴者にとって最高のプレゼントとなった。ガンタの 一滴安やす、という元気な挨拶とともに始まったインスタライブは、まるで公演に参加しているかのような一体感を感じさせ、オンラインで応援するファンの期待感をさらにぼらませた。平野翔と神宮寺優太もこの場を心から楽しみ、コメントで流れるファンのリアルタイムの反応に応じて笑顔を見せたり、時にはちゃめっけたっぷりにいらえたりと、その飾らない姿が多くのファンを笑顔にした。そしてツアー当日、ステージが幕を開けると、 まるで一つの壮大な物語が始まったかのように観客を魅了した。ツアーのオリジナル楽曲はもちろん、それぞれのソロパートでの表現も圧巻であり、特に騎士がギターを手に取り観客を沸かせたシーンは福井公演のハイライトの一つとして語り継がれるだろう。彼の端正な顔立ちに加え、今回のパフォーマンスでは眉をキリッと上げた精悍な表情が印象的だった。普段の彼とは、 異なる強い一面を見せたことでファンもそのギャップに釘付け気になった。そして燃え袖を着用した彼の姿も愛らしさと力強さのコントラストが一層際立ちファンの反響を呼んだ。一方平野翔のパフォーマンスは独特のエネルギーと情熱が感じられ会場を盛り上げるその力強い声とダイナミックなダンスが観客を夢中にさせた。 彼の持つ華やかなオーラと圧倒的なパフォーマンス力は会場の隅々まで伝わり、ファンは彼の一挙手一投足を逃さず目で追った。神宮寺雄太もその柔らかなカリスマ性で観客の心をつかみ、繊細でありながらも力強い歌声が場内を包み込んだ。三人の個性が見事に融合したパフォーマンスは、彼らが積み重ねてきた努力と絆の証でもあり、観客もそのひとときを共に過ごす喜びに満ち溢れていた。 公演後のインタビューでも、彼らは、福井のファンのエネルギーに感動した、と語り、次なるステージに向けての意欲を見せていた。今回のツアーは彼らにとっても挑戦の連続であり、ステージの構成や演出も今までにない新しい要素が加えられた。その背景には彼らの成長とともに、ファンに対する感謝の気持ちが現れており、3人は各公演でファンと心を通わせる瞬間を大切にしている。 福井という土地も彼らにとって特別な場所であり、地元名物のカニや恐竜にちなんだアイテムも見せながら、福井へのリスペクトをさりげなく表現した場面もファンの間で話題となった。コンサートでは観客の熱気が会場を包み、音楽や照明、映像といったすべての要素が一体となって壮大な空間を生み出していた。観客もライブの一部となり、一瞬一瞬を楽しむ姿が印象的だった。 オルス番組と呼ばれる会場に来られなかったファンも、インスタライブや SNS でのリアルタイム配信を通じて応援しており、現地にいなくても3人のパフォーマンスとその熱量を感じ取っていた。今回のツアーを通じて、ガン・ユータ、平野翔、神宮寺ユータが見せたファンへの思いやりやチームワーク、そしてエンターテインメントに対する情熱は、これからも彼らがトップエンターテイナーであり続ける理由を強く示している。 彼らの活躍を間近で見守ることができるファンは、これからも新たな感動を一緒に体験し、支え続けることでしょう。また、福井公園を皮切りにした、ナンバーアンダーラインアイライブツアー、全体を通じて、彼ら三人が持つ個性やスタイルの融合はこれまで以上に進化している。岸優太の誠実さと優しさ、平野章の情熱と大胆さ、そして神宮寺優太の繊細で落ち着いた存在感。 それぞれが異なる個性を持ちながら、ステージ上では互いの力を引き出し合い、完璧な調和を生み出している。そのため、彼らの一挙手一投足は全てファンにとって特別な瞬間となり、一瞬たりとも見逃せない感動の連続であった。彼らが発する言葉や仕草、ちょっとしたアイコンタクトさえも会場中に響き渡り、観客を一つにまとめる力を持っていた。公演で披露された楽曲、レシピや、 ナンバーワンなどは、彼ら自身の成長や挑戦を象徴するものであり、特に、レシピでは騎士の感情がこもったギタープレイがファンの心を揺さぶった。また、ライブ中に披露されるダンスのキレや歌声のハーモニーは、メンバーそれぞれが練習を重ね、細部にまでこだわった結果であることが伝わってくる。彼らはエンターテイナーとしての役割を真剣に受け止め、観客に最高の時間を提供するために全力を尽くしている。 そして福井公演でファンが直接感じたその努力と情熱は、遠く離れた留守番組のファンにも SNS やストーリーを通じて届き、多くの共感と応援の声が上がった。ライブ終了後、観客やファンからは3人への絶賛の声が多く寄せられ、この瞬間に立ち会えたことが人生の宝物といった感想が SNS 上で飛び交った。特に今回のツアーは、彼らがファンと共に過ごすことへの強い思いが随所に感じられ、 ファンを大切に思う気持ちがひしひしと伝わる内容だった。観客と共にステージを作り上げることの意味や、ファンにとっての忘れられないひとときを提供することの意義を彼ら自身も深く理解しているようだった。福井公演の終わりに、騎士が、ありがとう、福井。また会おうね、と叫んだ瞬間には、会場全体が一つになり、ファンからの拍手と歓声がいつまでも響いていた。彼らの真摯な言葉と、 観客に寄り添う姿勢は、これからも彼らがエンターテインメントの世界で輝き続ける大きな理由であり、観客との絆がますます深まっていくことを感じさせた。これからも続くツアーに向けて、ガン・ユータ、平野章、神宮寺ユータはさらなる成長を遂げていくことだろう。そしてファンは、その一瞬一瞬を目に焼きつけ、彼らと共に成長の軌跡を見届けることで、さらに強い絆を育んでいくに違いない。 このツアーをきっかけに、彼ら三人は日本のみならず世界でも活躍の場を広げ、エンターテインメントの新しい未来を切り開いていくと確信している。そしてそれは、ファンの支えと応援があってこそ実現する夢であると彼らは常に心に留めている。彼らのこれからの展望についても、ファンは大きな期待を抱いている。ツアーの成功が示すように、岩優太平野翔 自由太の3人が揃うことで生まれる化学反応は、エンターテインメントの可能性を大きく広げている。特に、それぞれがソロ活動で培ったスキルや経験がライブに生かされ、新しい表現やパフォーマンスが次々と生まれている点は、多くのファンをワクワクさせる要素だ。騎士は音楽面での才能をさらに発展させ、ギターや歌唱で観客を魅了する一方で、平野はその華やかな存在感と独特なユーモアでステージを盛り上げ、 会場全体を一つにまとめるリーダーシップを発揮している。神宮寺はその繊細で心に響く表現力を持ち味とし、観客の心に静かで深い印象を残すことができる。その個々のスキルが一体となった時に生まれる一体感や熱量は、他に例を見ない特別なものであり、観客の目には彼らが生み出すエネルギーがリアルに映し出されているのだ。さらに、彼らがファンとの距離を縮めるために選んだ SNS というツールも、 ファンとの関係性を深める重要な役割を果たしている。インスタライブや投稿を通じてファンとのやりとりを大切にし、まるで友人のように親しみやすい存在であることは、ファンにとって非常に特別なことである。彼らが何気なくシェアする日常の1コマやライブの裏話、ちょっとしたプライベートな表情が見られる瞬間は、ファンにとって心が温まる時間だ。特に、ファンからのコメントにリアルタイムで応じたり、 ファンが喜ぶ表現を選びながら交流を続ける彼らの姿勢は、エンターテイナーとしての誠実さを感じさせる。騎士がインスタライブで見せる自然体の笑顔、平野のユーモア溢れるトーク、神宮寺の丁寧なコメント対応など、3人がそれぞれ異なる個性を発揮することで、ファンとの間に強固な信頼関係が築かれている。ツアーの終盤に向けて、彼らはさらに進化し、 より多くの人々に感動を届けることができると期待されている。ツアーが続く中で、新しいパフォーマンスや楽曲のサプライズを楽しみに待つファンも多く、各地での公演を心待ちにしている。ファンとの対話を大切にしながら、彼らは常に新しい挑戦を続け、成長を続けていくことで、エンターテインメントの未来を切り開いている。そしてその挑戦のすべてが、ファンとの深い絆によって支えられ、 さらなる飛躍へと繋がっていくのだ最終的に岩優太平野翔神宮寺優太の3人が紡ぎ出す物語は、エンターテインメントの世界において、ただのパフォーマンスではなく、観客との心の共有であり、感動とエネルギーを分かち合うことで新たな価値が生まれるということを体現している。彼らが届けるライブや SNS での交流は、ただのファンサービスではなく、ファンへの真摯な愛情と感謝が込められたものだ。 その結果、ファンもまた、彼らを全力で応援し、支え続けることを誇りに思っている。こうして3人とファンの絆は、今後も永遠に続き、新しいステージへと共に進んでいくだろう。